こちらは陸上自衛隊です。本日0400より雛見沢地区以下、県知事が定めた地域は防疫隔離されました。住民の皆さんはご自宅へ待機をお願いいたします。防災無線やテレビ、ラジオ等での情報収集に努めてください。防疫上の安全が確認されるまで当地区からの離脱はできません。繰り返します。当地区からの離脱はできません。これに従わない場合、国内法によって処罰されます。どうか皆さん自宅に戻り、冷静な対応をお願いいたします。ウイルスが検出されたとのことです。これは WHO 世界保健機構が指定するウイルスの中でも最も危険な分類に入るもので、アメリカ政府よりワクチンの緊急援助の申し出があったことをすでに複数の政府筋が認めており、政府は受け入れの対応に入ったものと思われます。このウイルスは潜伏期間が30日から50日ほどで、隔離された住民2000人分のワクチン確保が急務となっています。現在雛見沢地区は電話が殺到しており、ほとんどが普通となっています。県防災本部では事態把握に支障が出かねないとして、なお水道水、井戸水の使用を厳禁します。飲料水は自衛隊給水車によるもの以外は使用しないでください。また路上への違法な駐車は災害救援を妨げます。直ちに移動をさせてください。社名党の貝原代表は、自衛隊の災害派遣命令に対し適切な手順が省かれた問題を指摘し、これを軍国主義へ回帰するものとして激しく非難、アジアでの一層の孤立化を招くものとして、こちらは災害対策本部です。本日12時より以下に定める場所にて一斉診察が行われます。町会、自治会の指示に従って参集してください。特別な事情がない限り必ず受診してください。体調に異常が認められる方は必ずその旨。こちらは陸上自衛隊です。当地区は防疫上の理由から県知事の判断により緊急に隔離されました。隔離地区からの離脱はできません。皆さんへの食料、飲料水、生活必需品、電力、通信の自由は保障されます。どうか冷静な対応をお願いいたします。
なんだって。何このニュース。ケイチ大変よ。あのね、ひなみざわがね、悪いウイルスが見つかったとかで隔離されちゃったんですって。困ったな。これいつ解除になるんだ。明日大阪のイベントの打ち合わせに出なきゃならないってのにな。隔離って、じゃあ町へも出られないってこと。そうみたいね。食料の援助とかはあるそうだけど。困ったわ。今日沖ノ宮で特売があるからって、冷蔵庫の中ほとんど食材がないのよ。それよりこのなんとかウイルスはどういうもんなんだ。隔離ってくらいだから相当恐ろしいもんなんだろう。そのウイルスはどうなってんだ。うちにも感染してるってのか。今テレビでその説明してるよ。発症すると1週間ほどで以下の症状がって。ケイチ、ちょっと来い。大至急だ。ケイチは2階を頼むぞ。窓をぴったり閉めてガムテープで目張りをするんだ。クーラーも外気とつながってるかもしれんな。クーラーは噴出口を新聞紙で覆って、それからガムテープでしっかりと止めるんだ。父さんは1階をやるからな。母さんは台所を頼む。お父さん、今さらそんなことしても仕方ないでしょ。ガムテープなんかじゃ極小のウイルスを防ぐ効果なんて全然ないわよ。それでも少しは違うだろうが。いいから母さんもやりなさい。
レナ、よかったぜ、無事だったか。うん、さっきミーちゃんに会ったよ。ミーちゃんも元気そうだった。そうか、サトコやリカちゃんは？リカちゃんたちは懲戒区分が違うと思うから他の場所に集合してると思うよ。何度か電話してるんだけど繋がらないの。俺も何度か電話してるが全然ダメだ。やっぱり電話が殺到してパンクしてるんだろうな。自衛隊の人の言うことを聞かないで暴走した車が事故で電柱を倒しちゃって、それで電話線を引きちぎっちゃったって噂を聞いたの。でも別の人は行政が関係者専用に設定を変えたので一般市民は使用不能になってるとか言ってた。早い話が、情報が錯綜してて誰もが混乱してるってことか。ケイちゃん、よかった、無事だったんだね。俺のセリフだぜ、お前も無事でよかった。ミオ、ぶっちゃけた話どうなってんだ？そのウイルスってやつは本当に村人全員に感染してんのか？早朝にあった説明ではその可能性は極めて薄いってさ。話では感染者が出たのは高津戸の方らしいんだよ。あっちはほとんど人が住んでないからね。素早く隔離封鎖がされたから稲見沢地区には及んでないんじゃないかって言われてる。南沢地区の全員が白であることが確認できたら段階的に隔離は解除になるんじゃないかって楽観論も出てるよ。そうならいいよね。高津戸に住んでる人には悪いけど、南沢地区だけでも早く隔離が終わるといいね。でも私はそう楽観的だとは思えないね。おじさん無線使えるんだけどさ、警察や自衛隊の回線にも入れるように改造してあるんだよ。そこで傍受してる限りはそんな簡単な話じゃないみたい。何しろ雛見沢は山間部の寒村で陸のこと、どういう経路で海外からこの村へウイルスが伝播したのか経路がさっぱりなんだよ。現在行政が把握してる発症者は海外渡航歴がないらしくてね、他に潜在保菌者がいるんじゃないかって疑われてて、村人全員の海外渡航歴を調査中らしいよ。つまり誰かが海外で感染してこの村へ持ち込んだってわけか。うん、何しろ潜伏期間に幅があるらしいからね。持ち込んだ本人が未だ潜伏期の可能性が否定できないらしいんだよ。それにその人物に海外渡航歴がある保証もない。村の外で保菌者に接触して持ち込んだ可能性もあるからね。
おじさんの睨んだところじゃ隔離地区は雛見沢だけに収まらない。下手をすれば県内あるいは地方レベルにまでも及びかねないね。なんてこった。あとはここだけの話なんだけど、このウイルス、テレビで言ってる外国の殺人ウイルスってのとは別物らしいって噂もあるんだよ。どういうことだよ。私もよくはわからないんだけど、傍受できた無線の一部から今回のウイルス騒ぎを雛見沢土着の風土病を疑うような内容が聞けたんだよ。この殺人ウイルスが昔から雛見沢に眠ってたってのか。私もよくはわかんないけど、ただ雛見沢の古い伝承には沼から不浄な何かが湧き出して村を襲ったという話が残ってる。それが再び湧き出したのではないかって疑えないこともないね。でもみーちゃん、だとしたらまだ安心できるね。だってその大昔の時には村が滅んだわけじゃないんでしょ。ということはテレビで言ってる村を全滅させるようなウイルスよりはずっと毒性が弱いってことだよ。鬼ヶ淵村の伝承では沼より湧き出した浮上に取り憑かれると鬼と化したらしい。結局人の手では何もできず、お社様の降臨まで人々に打つ手はなかった。つまり伝説に残るような奇跡が起こるまで村はその災禍から逃れられなかったってことだな。そうだね。奇跡が起こらなければ村は全滅してたってことだね。お社様の生まれ変わりであるリカちゃんがそれを否定してくれれば騒ぎは落ち着くんだろうけどね。バッチャが今自衛隊の人にそれを説明してるところだよ。まあよそから来た連中にはリカちゃまのこの村における意味は理解できないだろうからね。だな。迷信の話は抜きにしても、俺も早く無事なリカちゃんとサトコの姿を見て安心したいぜ。Thank you.
ちゃん、具合は良さそうだね。変な斑点とか出てない？みーちゃん、それ冗談になってない。みよ、レナもか。よかった。相変わらず電話が通じないからな。こうして会えるとホッとするぜ。だね。レナも最近は学校が再開してくれないかなって思うくらいだもん。はぁ、せっかく未曽有の大災害で休校なんだからさ、たまにはこういうライフを満喫するのも悪くないけどね。そうだ、レナ、ケイちゃん、気を悪くしないで聞いて。ここだけの話だから。何？どうしたの、みーちゃん。また何か情報でも分かったのか？何しろ未だ電話が回復しないからな。こういう時本当に無線は貴重だぜ。それで何が分かったんだ？うん、というかリカちゃんが収容されて容体不明ってのは本当らしい。リカちゃんが容体不明ってどういうことなの？リカちゃんがウイルスにやられちゃったってことなの？声が大きいよ。
ウイルスかどうかは知らないけど、とにかく防疫部隊に収容されて、その後戻ってこないらしいの。安否は不明。連れてかれたのは何人かが目撃していて間違いないって。それはいつの話だ？隔離の当日だって。さとこちゃんは？リカちゃんと一緒に住んでるんだから、その…そこまで詳しくは…だろうな。村の年寄り連中はリカちゃんのことに関心はあっても、サトコのことは全く無関心だからな。サトコちゃんも収容されたのかな？サトコは収容されたわけじゃないみたい。感染者が出たら同居人だって疑うのが防疫の基本だと思うんだけどね。無線で聞く限りは収容されたのはリカちゃんだけで、サトコはそういうわけじゃないみたい。それでね、なんだか妙な話になってるんだよ。妙な話？うん。ほら、サトコの両親がダムの誘致派だったのは知ってるでしょ？それで、お社様の罰が当たって事故死しちゃって。サトコちゃんの北条家がお社様に祟られている、呪われているというような話？うん。罰当たり者のサトコがお社様の生まれ変わりである神聖なリカちゃまと同居すると汚れが移るかもしれないみたいなひどいことを言ってる連中が前からいたんだけど、そういう連中が今回のお社様のたたりをサトコのせいだと言い出してるみたいなんだ。なんだって？バカな話しやがって。連中は箸が転んでもサトコのせいだな。もちろん冗談だと信じたいけど、サトコをすまきにして鬼ヶ淵に沈めればお社様のお怒りが収まるんじゃないかって話が向こうの町会でまことしやかに流れてるらしいよ。私たちってそんなにも未開人なの？文明人じゃないの？私たちが日常を失ってからやっと1週間が経った程度なのに、もうそんな迷信がはびこってるの？ミオンの表情を見る限り、どうも冗談で済まそうって話にはなってないらしいな。もちろん私も無線で冷静になるように言ってるよ。でもなかなか収まってくれない。くそ、リカちゃんが収容されたということは、サトコは今一人であの倉庫小屋に暮らしてるわけか。万が一を考えると危なくないか？そうだね。サトコちゃん一人じゃできることに限界もあると思う。私たちのところにかくまう方がいいんじゃないかな。かな。
うちじゃどうせ無理だろうってのは分かってるよ。だからもし里子ちゃんをかくまおうってことになったらレナのうちでかくまうよ。大丈夫、お父さんには文句なんか言わせないから。わかった。サトコと接触できたら、レナの家へ行くよう伝えよう。いや、むしろなんとかサトコと接触をして、こちらへ呼びたいくらいだな。ミオンの話を聞く限り、サトコのいる町会周りは、どうもヤバそうだからな。あっちは信心深くて過激な神社部の幹部が多いからね。でね、実は、サトコだけの問題じゃないんだよ。場合によっては、ケイちゃんやレナも危ないかもしれないんだよ。先日も話したよね。例のウイルスが、雛見沢土着のものかもしれないって噂。その話がね、だいぶ信憑性帯びてきててね。古来から、村人全員が感染してたんじゃないかって言うんだよ。だからそれじゃおかしいだろ。だったら昔から連日死者が出てなきゃならないぞ。それでそうだと言ってる連中の言い分が面白いんだよ。そのウイルスはこの村の中にいる限りは安定していて無害だって言うんだよ。さらに言うと、この村にずっとずっと長く住み続けている一族には生まれつきの免疫みたいなものがあって大丈夫だって話らしいんだよ。さっぱりわからねえぞ。つまり、なんだ？まさか、例えばよそから引っ越してきた俺やレナは、その免疫がないからとか言い出すんじゃないだろうな。まさにそれだよ。近年、雛見沢に引っ越してきた人間のせいで、そのウイルスの調和が崩れて、その、村人全員のウイルスがおかしくなって、まさか、兄ちゃんまでそのとんでもない話を信じてるわけないよね。もちろんだよ。こんなわけのわかんない話が通用するわけない。でも、なぜかみんな信じてるんだよ。私もわけがわかんない。普段だったら絶対こんなバカな話は誰も信じないのに、なぜかここ数日、妙な話やデマが当たり前のように通用して飛び交ってる。私は初日からずっと無線を聞いてるんだけど、最近の村人はどんどんおかしくなってるんだよ。異常な生活で心の緊張がとかトラウマがとか、そんな甘っちょろいレベルじゃない。明らかに嘘だろうデマだろうと思うことが当たり前のように横行し、それを誰も覆せない。誰かがそれを否定すると感染者扱いをされそうになる。すごく気持ち悪いことになってるんだよ。何かが変だから用心して。
一くん、用心しよう。そうだな。くだらないデマのせいで疑われるのは気に入らねえが、リカに冠ってこともあるしな。うん、レナもケイちゃんも無用の外出は避けた方がいいと思う。あと、くれぐれも一人で外出しないように。家のシャッターは閉め切ってね。心ないことを言ってくる人があっても、どんなに悔しくても買い言葉を返さないこと。いいね。Thank you.
こちらは陸上自衛隊です。隔離地域内からの離脱は認められていません。速やかに自宅に戻ってください。
ケイチ、今ね、ケイチ宛ての手紙が来たのよ。手紙？俺宛て？ケイちゃんへ。気をつけて。うちの町会内で前原家と竜宮家をやり玉にあげようという意見が強くなってる。もう本当に馬鹿げてることだけれども、彼らは誰かを生贄にあげないと恐怖感に押しつぶされてしまうところまで追い詰められてる。そんなことしたって何の解決にもならないって反論できたのは最初のうちだけ。数日前からそうであるように、少しでも反論すると感染者をかばうのはお前も感染者だからだろうなんておかしな論法になっちゃって、誰もストップがかけられない。ウイルス派とお社様のたたり派が互角だったうちは、双方が支離滅裂な論争をするだけだったからよかったんだけど、最近お社様のたたり派がのしてきてね、全体をリードするようになりつつある。バッチャが元気だったならこんな暴走は許さないんだけど、実は数日前に高熱を出しちゃって起き上がることもできないんだよ。一部の親類はそれを感染ではないかと吹聴していて、私の発言力もすでに危うい。いや、私自身下手をすれば生贄にされかねないよ。そんな立場の私にはこれ以上ケイちゃんやレナの家をかばう発言は難しい。これ以上雛見沢にとどまることは危険だと思う。少なくともこのまま自宅に閉じこもっていれば、私たちはいずれ必ず殺される。だから明日の夜に村から脱出しようと思う。周囲は自衛隊に封鎖されているけど、園崎家は秘密のトンネルを持っていて、そのうちの一つが封鎖線の外に出口を持ってるの。このトンネルは私とバッチャしか知らない。バッチャの回復を待ちたかったけど、もう無理みたい。さっきバッチャに自分を置いて逃げろと言われたところ、バッチャはこの事態は古代の伝承の鬼ヶ淵の沼より鬼が溢れ出しの再来だと言ってる。今に村人たちに鬼が取り付き、村人が村人を殺し出す地獄絵図になると。
伝承ではお社様がそれを収めてくれるんだけど、収めてくれるまでの間、シミドロの争いが繰り返され、大勢の死者が出たと伝承に残している。私たちは殺されるよ。それで本題、今夜中にケイちゃんの家族に話して準備をさせて、明日の夜迎えに行くからみんなで脱出しよう。持ち物は現金、保険証や通帳、印鑑類、あと重すぎない範囲でリュックサックに着替えや日用品を詰め込んで、手荷物は現金。絶対に両手は開けること。靴はスニーカー等の履き慣れた歩きやすいもの。同じ手紙はレナにも送ってある。ケイちゃんにはあまりに突拍子もないことで多分現実感が伴わないと思う。でも信じて、私は御三家の集まりや町会の会合、そして無線で情報を集めていたから、この村を取り巻く異常さがどれほどおかしいかよくわかってる。私と同じ危機感を持って、ケイちゃんが私を信じて全ての行動を共にしてくれても、私は自分とケイちゃん、レナ、その家族が全員無事で雛見沢を脱出できる確率は 10% なら高い方と見積もってる。なんなんだよこれは。
誰ですか？こんばんは、リュウグウです。開けてください。レナだ。ミオン、大丈夫か？大丈夫なんかじゃない。早く止血を。母さん、手当てをして。何かタオルを。一体何があったんだ？レナちゃん、これは一体。
人を殺すってことはね、自分も殺されることを覚悟するってことだよ。甘えるんじゃない！教えてくれ、一体何があったんだ。ケイチ君のところにも手紙が来たでしょ。ミーちゃんは私の家にも同じ手紙を持ってきた。そこで夜回りの自警団に見つかって撃たれたんだよ。ミーちゃんが何かしたわけじゃない、ただレナに手紙を持ってきただけなのに撃たれた。竜宮家は感染患者だから、そこに接触するのは感染者の仲間だって勝手に決めつけられて一方的に撃たれた。ミーちゃんが彼らに対し何かしたわけじゃないのに構わずに撃たれた。様、今すぐここから逃げなければ死にます。私のお父さんはもう殺されました。
時、ミーちゃんを助けようとして、あいつらはためらわなかった。カラスか何かを追っ払うかのようにいとも簡単に撃った。信じられない、信じられない。ごめんレナ、私が閉じらなきゃ。本当に兄ちゃんは悪くないよ。そしてレナは誰も恨んでなんかいない。私が恨むべき人間は全員叱るべき生産をさせたもの。もちろん兄ちゃんを撃った人にもね。逃げる準備を。もうすぐみんな押し寄せてくる。どこへ？兄ちゃんの家の秘密の地下に村人は誰も知らない隠しトンネルがあるんです。そこまで逃げ延びればなんとかなるかもって。父さん、母さん、一刻の猶予もないよ。逃げよう。そうだな、そうしよう。兄ちゃんじゃなきゃ秘密の地下はわからない。軽々しく責任を放棄しないで私たちを導いて。レナにかかっちゃおちおち死なせてももらえないや。ねえ兄ちゃん、問答してる時間はないから素直に教えて。
どうしてさとこちゃんを抜きにして脱出しようなんて言うの？そうだ。それは俺も思ってた。さとこはどうしたんだよ、ミオ。状況的には俺やレナよりもずっとまずいんだろう。さとこだけ置いてなんかいけないぞ。さとこは、死んだなら死んだってちゃんと言って。じゃなきゃ私はさとこちゃんは生きているって信じる。さっきボートに連れ去られたらしい。話では鬼ヶ淵に引き連れてったって。伝承の生贄の儀に沿って3日かけて沈めて殺す気らしい。まだ生きてるんだな。どうしようもない。どうしようもないんだよ。町会役員たちが音頭を取って、神社部と青年部、防犯部が、さらに村の有志も加えて100人以上に膨れ上がってるらしい。防犯部には猟友会も合流してて、少なくとも20丁以上のショットガン、ライフルで武装してる。みんなお社様の名を連呼しながら狂気に取り憑かれてるボートなんだよ。電柱は容赦ない。さとこをかばおうとした村人に躊躇なく発砲してる。みーちゃんや私のお父さんのように。みんなつい3日前までは普通だった。冷静だった。この72時間でみるみるおかしくなっていった。みんな目が血走ったようになって冷静さを失っていった。自衛隊がいなくなったからおかしくなったんじゃない。その前からもうおかしかったんだよ。今や怖いのは殺人ウイルスなんかじゃない、村のみんななんだ。私思うんだよ、このウイルスってさ、人を死に至らしめるんじゃなくて、人を狂気に駆り立てるウイルスなんじゃないかなって。そして村人を次々鬼に変えていって、お社様伝説をもう一度なぞり直すんだよ。この事態を何とかできるのはお社様しかいない。そしてその生まれ変わりのリカちゃんはいない。それにそもそもお社様は神様なんだよ。人間じゃないんだよ。私たち人間には何もできないんだよ。何も。落ち着け、ミオ。
ありがとうな。俺やレナが事態を把握できずのんびりしている間にも、ミオンは村の裏側で妙なデマを抑えるためにいろいろと苦労していてくれたんだよな。だからきっと今日までこの村は狂気に飲み込まれなかった。ミオンの頑張りがなかったら、いずれ迎えていたかもしれない惨劇の今日はとっくに俺たちを飲み込んでいた。だからありがとうミオン。レナ、ミオンを責めたい気持ちもあるだろうが。責める気なんかないよ。それどころか朗報だと思ってる。ああ、そうだな。間違いなく、こいつは朗報だぜ。うん、朗報だね。だって、さとこちゃんは生きてる。しかも、72時間は生かしておいてくれるというおまけ付きだ。確かにこいつは朗報だぜ。まさか、さとこちゃんを助け出すつもりなのか。父さんは、母さんと一緒にミオンを連れて裏口から逃げて、あとは俺とレナでやる。ケイチ。おばさま、ごめんなさい。兄ちゃんをよろしくお願いします。そして、目を離さないでください。みーちゃんは美味しいところだけを持っていこうとするずるっこだから、のこのこと私たちを追いかけてくるかもしれない。大怪我してて辛いにもかかわらず。チェッ、人を足でまとい扱いにしてさ。みっともない顔すんなよ母さん。こういう時は火打ちして見送るもんだぜ。父さん、後で園崎家で会おうぜ。ケイチたちも一緒に逃げるんだ。たった二人で立ち向かったところで。おじさま、お気持ちは嬉しいけどもう手遅れなんです。ほら、
そうだな。そんじゃちょっくら行ってくるわ。20人ちょいか。連中勝てると思ってるかね。思ってるんじゃないかな。まあ素人なら20人も群れればそう思うだろうね。バカな連中だぜ。穏便に済ましてりゃもう少し長らえただろうによ。でもあいつらは間違いを犯した。ああ、犯した。ミオンを撃った。サトコをさらった。我が部に手を出しちまった。こいつは絶対絶命のとんでもないミステークだぜ。私たちこれだけの人数を相手にするのに全然怖くないね。それは確かに不思議だな。どうしてだろうな。ねえケイチ君、さっきみーちゃんの話を聞いてさ、ケイチ君も朗報だって言ってくれたけどさ、私は他の意味でも朗報だって思ったよ。なんだよ他の意味って。面白そうだから聞かせてくれ。いや、あるいは俺もう気づいてるか。ケイチ君の場合は気づいてるっていうより、別にそんなのは全くどうでもいいって感じかな。教えてくれよ、レナにとってのもう一つの朗報ってやつをよ。だってさ、敵は懲戒神社部と青年部と防犯部でだいたい100人ちょっとなんでしょ。それでさらに領有官が加わって鉄砲が20丁以上。やれやれ、まったくにもこいつはついてるぜ。敵がたったの100人程度だってんだからな。まったく足りちゃいないね。俺はてっきり村全部が敵でよ、雛見沢2000人を丸々ぶっ潰すつもりだったから、あんまりの少なさに拍子抜けしまってたところだぜ。100人を72時間で、そして今ここにいるのが20人？バカにしてやがるぜ。全くにもってバカにしてやがるぜ。本気の俺とレナを相手に100人を72時間でだって。時間が余っちゃうかな。むしろ足りないね。
やっぱり手こずる？バーカ、違うだろう。さて、お楽しみだぜ。72時間たっぷり楽しませてもらおうじゃねえか。さとこちゃん、待っててね。沖ノ宮の町が、うすうすそんな気はしていましたよ。まだまだ終わらないのですわね。ウイルス騒ぎは沖ノ宮にだけ広がったのか、それとももっともっと広大な範囲に広がったのか、ここから見るだけじゃわからないね。世界は滅びちまったわけなのか。わからない。でも私たちはここにいる。雛見沢の人たちだって全員がおかしくなったわけじゃない。そうですわ。未だに冷静を保ってる人たちだってまだまだいますもの。沖ノ宮にだってきっといるに決まってますわ。偵察の必要があるかもね。ふっ、言うと思ったぜ。世界が本当に滅びたのかどうか、私たちは見届けなきゃならない。村は食料も生活必需品もなくなりかけてる。追っ手も巻いたけど、村にとどまる理由もない。シオンさんが心配ですわ。となりゃ決まりだな。行こうぜ、町へ。沖ノ宮へ。うん、リカ？僕はここに残りますのです。リカ！僕は
ひなみ沢に残るのです。この騒ぎが落ち着いた時、彼らに戻るべき場所がここであることを教えるために。そんな、危険でしたよ、リカ。まだ連中が私たちを探し回ってるに決まってますわ。大丈夫なのです。かくれんぼは得意なのですよ、ミパリカちゃん。僕のことは気にしないでいいのです。それより世界を見てきてほしいのです。この騒ぎは終わりの始まりなのか、それとももう終わるのか、それを見届けてほしいのです。